はいみなさんこんにちは。村長スタジオ中の人です。シンセサイザー部位が1.6になって、とってもいい歌声になってきたので、楽しみが増えましたね。今日は音祖という初心者の方には聞き慣れない部分を少し解説したいと思います。ここに掴みたいものがあるというような歌詞があります。つという音の母音ですね。 ローマ字で言えば tu になるわけですけどその T の部分が短いからちょっと聞きづらいということになっているわけですその時は右側のこの音符マークを押すとこのようにメニューが出たり消えたりしますのでこれを出してみましょうそして一番下の方を見ていただくとタイミングと音素というのがあります ここでこの2の部分を選択しますするとこのようにパラメーターが見えますそしてこれを変えていきます今あえて母音の長さを短めにしてあります少し戻します最初の時にはこのぐらいにシンセサイザー V が自動設定すると思うんですけれどもそれを変えてみますまあ 中間のところではこんな感じです。これをもう少し通語、わかりやすく聞こえるようにします。それには、母音の方をこのように長くします。すると、どうなるでしょう。はい、そして、この音素には、強さというのもあります。 ですから、これを強くしてみます。ののこのように「つ」の発音がはっきりしてきましたね。特に「立ちつてと」というようなところはこのような現象になりやすいので聞こえにくい音があったらその音を選択して今やったようにやってみましょう。このなんかか。はどううでしょうか これぐらいだったら大丈夫ですねでもちょっと強めにしましょうつかみたいというのを強調するために歌を強くしますこのようにして音素の長さと強さというのを一つ一つ注意深く聞いて変更してみてくださいとても上手に歌うようになってくれると思いますよ 今日は短い解説でしたけれども、音素を変えてみるということをやってみました。楽しくシンセサイザー V を使ってみましょう。村長スタジオ中野人でした。